リーガエスパニョーラ第一節のビジャレアル、ウエスカ戦が現地時間13日に行われ、1-1で引き、けた。先発で、フル出場したウエスカの FW、岡崎誠は、得点にも関与したが、地元メディアではや、低めの評価となっている。今シーズンの欧州、カーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中。昨季のチーム得点王としてエスカの2部優勝と昇格に大きく貢献した岡は先発でリーガ1部デビュー。42分には自陣で2人 DF に囲まれながらもターンしてボールをつなぎエスカの先制点の起点となった。地元紙エラドではウエスカの各選手に対して0から3まで4段階で1または2の採点をつける中で岡崎には1、低めの評価。疲れ知らずの働き。代表レベルのウンターバック2人と戦わねばならず、味方選手、彼を活かせなかった。ヘディングで一つチャンスがあったとコメントしている。スペイン、ベルでも10点満点で、5.5 とやや低めの採点をつけ、いる。断続的。彼にとって、最高の試合ではなかった。ビジャレアルの CB 陣は彼を抑えられた。それも、意欲的にプレーし、ゴールに入りかけたヘイングでチャンスを一つ生み出したと岡について述べた。一方、マルカ紙では岡崎が気となったウエスカのゴールに向けた展開を3。第一節で早くも、今年一番のゴラッソ候補。ウスカが、ティキ、高披露。というコメントと、もに、ゴール動画を紹介している。りょう。